着 desire call。 ベルカットからブラックボーンへ、目標は現在西へ移動中。こちらブラックボーン、了解した。低空から探せ。ルフシティへ向かうハイウェイが見える。待て。こちらブラックボーン、目標のトラックを確認した。攻撃態勢、必ず芝の鍵を手に入れるのだ。宇宙空港まではあと300キロだ、シークレット。急いで。もうすでに海賊ギルドが私たちを嗅ぎつけたかもしれないわ。何としてもこの芝の鍵は無事に送り届けないと。芝の鍵、この一本の鍵が太陽系全体の運命を握っているのよ。あれは何だ。逃がすものか。くそ、追いかけてくるぞ。奴らはトンネルの中に入った。あとを追え。了解、ブラックボーン。Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-hop open sleigh. Hey! 明日はクリスマスだな。サンタクロースさんよ。たまには俺のところにも寄ってくれよ。プレゼントに贅沢は言わない。ビキニを着た美女とか、ビキニを脱いだ美女とか。あ、悪かった。今のは取り消す。神様、何もいらないの。お前が今日から心を入れ替えるから。なんて運転してるんだ。の、君は。Long danger desire, Cobra loves the danger. Fear is nothing he shies from.Action is his answer. He sails through the night, pirates life from star to star. The girl by his side, lips the girl he defines. Crew, Cobra, Cobra, Cobra. Girls flock to his side. Cobra's the best lover a man forever disguised. Cobra is the hunter, a gun less than a. There ain't no man he won't take on. A girl by his side, lips the gunCobra, a lover, Cobra, a fighter.
君は。お願い、これをガロン星までトポロ教授に渡して。やつらが来た、逃げろ逃げろ、シークレット、芝の鍵をやつらに渡してはならない。こんな時はどっちに味方するんだ、俺の新車をスクラップにしたやつか、それとも俺の体に穴を開けたがってるやつか。やっぱり可愛い子ちゃんのいる方だな。引き返せ、まだ二人生き残っているぞ。うん、何のつもりだあの男は。撃ち殺せ。なんてやつだ、2号機が。しめだ、やつめ、残骸にもろにぶち当たったぞ。うん、くそ、ハイウェイパトロールか。しょうがない、ここは一旦引き上げだ。これは一体なんて事故だ。どうだ、怪我人の様子は。この子は心配ないようだ。そっちの男は死んでいる。おい、この下にももう一人いるぞ。生きているのか。さあね、車以上スクラップだぜ。ちぇ、話せってのかな。こら、ねえ、くそったれ、暴れるな、出血されるで死んじまうぞ。なんて男だ、生きてるのが不思議なくらいだって言うのに、異性のいいやつだ。いやだっていうの、俺は病院ってところができれねえんだ。でも、美人のナースがわんさといるぜ。え、美人のナースがわんさといるってまずいな、俺体持つかな。どうした、死んだか。いいや、やっと気絶してくれたよ。はあ、見てごらん、この傷口を。事故からまだ3時間しか経っていないというのにもう治りかけている。なんという回復力だ。この男の体には並外れた細胞組織の復元力があるらしい。まるでトカゲの尻尾ですわね。誰がトカゲの尻尾だって。あ、これは失礼。気づいたかね。どうだね、気分は。最低さ、まるでウイスキーにニトログリセリンを混ぜて飲んだみたいだ。俺の体は一体どうなっちまったんだ。左の鎖骨と肋骨が3本骨折、大腿部と脇腹に裂傷、打撲傷が後頭部から全身にかけてあちこちに見られます。しかしそれが全て驚くべき速さで治りかけている。君の体力は一体何のおかげなのだ。毎日朝食にコーンフレークを山盛り2杯食べていたおかげさ。まあとにかくゆっくり休むことだ。明日には気分も良くなることだろう。先生、俺と一緒に担ぎ込まれた女の子は。心配ない、彼女はかすり傷程度だ。鎮静剤を打っておいた。今 R2 号室で眠っているよ。彼から目を離すな。あの男は非常に興味ある患者だ。ぜひ詳しく調べてみたい。大丈夫ですわ、逃げ出そうったってまだ立てもしませんのよ。冗談じゃない、こんなところに長居してたら、あの医者め、俺を剥製にして博物館にぶら下げておこうなんて言い出しかねないぞ。
まさにその通り、謎の女だな。それにしても驚いたな。彼女ドミニクに生き写しだ。ドミニク、しかしシークレットはなぜこの鍵を俺に。どこへやった？あら、何のことかしら。言わぬつもりか。ならば死ねえ。誰だお前は。当ててみろ。ハワイへご招待するぜ。死ね。手を頭に乗せろ。じゃないと乗せる頭がなくなるぜ。そうか、その銃、サイコガン。お前は海賊コブラ。俺を知ってるところを見ると、おたくら海賊ギルドか。そのギルドが何だって、その子をつけ回している。気をつけて。この女はあなたに渡した芝の鍵を狙っているのよ。なるほど。この鍵はよほど大事なものらしいな。その通り。しかしコブラ、お前には関係のないことだ。この女は銀河パトロール隊員。味方することはあるまい？同じ海賊としては。そうでもないさ。俺銀河パトロールは嫌いだが、ギルドはもっと嫌いなんでね。それならば死ね。おい、この野郎。そのゾロスは手加減ってものをまるで知らない。頭蓋骨を砕かれたくなかったら、おとなしく鍵を渡すことだ。俺は脅されてどこっていうのは嫌いでね。まったく、人の頭を何だと思ってんだよ。なんてやつだ。サイコガン食らってまだ生きてやがる。動くな、コブラ。さすがコブラ、噂通りの男。今日のところは私の負けを認めよう。だが鍵は必ずいただきに来るぞ。
私の名はブラックボーン。よく覚えておくがいい。さて、邪魔者はいなくなったし、長いイブの夜をどう過ごそう。ベッドもあることだし。あら、あなたは病人よ。そうなんだ、重病人なんだ。優しく看病してくれるかい？この鍵をガロン星まで届けなければならないの。協力してくれる？美人の頼みは断れないな。こいつを借りようぜ。コブラ。なんだい？あなた、私と初めて会った時、私の顔見て驚いてたわね。私が誰かと似てるの？あなたの恋人かしら？まあね、お袋じゃないさ。ガロン星は太陽を中心に楕円軌道を描いて回る、いわば巨大な彗星よ。そのガロン星が1ヶ月前急に軌道を外れ、太陽系の中心を目指して直進しだしたのよ。いいね。夜空に流れるその星を見つめ、恋人たちは愛を誓うか。ゴブラったらそんなロマンチックなものじゃないのよ。ガロン星は太陽にもろに衝突するのよ。ガロン星は俺と君のように熱く燃え上がるか。分かってないのね。ガロン星は地球の60倍もあるのよ。そんなものが太陽にぶつかったら太陽系は滅亡するわ。そいつは大変だ。俺が気絶しないうちにこれにもう一杯ついでくれ。 あら。ったく、もうコブラったらそんなに酔っちゃって。コブラ、今どこにいるの？レディー、メリークリスマス。メリークリスマスじゃないでしょ。こっちは金星の周回軌道でずっと待機してるのよ。金星に降りたっきり戻ってこないで一体何をしてるの？何？今ちょっとガロン星に向かっているところ。ガロン星？どういうこと？じゃあな。メリークリスマス。え？旦那、月足だぜ。あれがガロン星でさ。半月前、このガロン星で長年にわたって古代文明を調査研究している考古学者のトポロ教授がこの星の古代史を発見したの。それによると、ガロン星は自然の星ではなく、古代ガロン人が作り上げた人工の星だった。つまり巨大な推進機がこの星を動かしているというのよ。だからその推進機さえ止められれば、このガロン星の進路を変え、太陽との衝突を避けられるのよ。そのためには芝の鍵が必要なの。トポロ教授は古代史の文献から芝の鍵が金星にあることを突き止めた。私はトポロ教授の要請を受けて金星からあの鍵を運んできたの。なるほど。しかしこんな鍵が何の役に立つってんだ？わからないわ。でも海賊ギルドがその鍵を狙っているところを見ると、よほど重要なものらしいわね。邪魔。
俺もぼちぼち行くか。待ちなよ旦那、やめといた方がいい、そんなに酔ってちゃ。ねえ、うるせえんだよ。お宅はタクシーの運転手で俺のお袋じゃないだろうが。うぅ、でも釣りはいらんよ、とっときな。あばよ、メリークリスマス。ま、待った、旦那。うるさいってんだよ。でも旦那、着陸ジェットを忘れてますぜ。あら、なんて人なの、そんなに飲んじゃって。海賊ギルドから私を守るボディーガードの仕事を忘れたの。いいじゃないか、クリスマスにシラフで働いてるのはサンタクロースぐらいなもんだ。もう見えたわ、あれね、トポロ教授が発掘調査をしている基地は。トンポロ教授は、おかしいわね、来ることは連絡しておいたはずだけど。暗闇紛れ込み、一人傷を舐めれば、愛おしい人たちの顔がふとよぎる。金星に寄ったら遥か彼方のガロン星に行く羽目になってしまった。美人に頼まれたとはいえ、とんだ厄介ごとに巻き込まれちまったもんだ。しかもその美人がドミニクにそっくりだと来てる。とにかく芝の鍵ってやつをトポロ教授に届けないと太陽系は破滅するらしい。海賊ギルドは出てくるわ、羊の化け物は出てくるわ、まったくクリスマスに働いてるのはサンタクロースくらいなもんだぜ。次回のコブラ・ザ・アニメーション黄金の扉、よろしく。